おいおいどうも、楽しおしご飯の時間ですよ。今日のブランベールナッツさんのまかない朝ごはん、温泉卵大会、温泉卵大会にしますいただきます。お願いして、他のメニューはいい、温泉卵だけいただいてもよろしいでしょうか、ということで温泉卵大会にしました。大好きなんです。大好きなんで温泉卵大会にしました。4つ卵でございます。卵4つ、あ、危ない、です。あ、さっきいただきました。最高。最高だ。この御用南の温泉卵、本当最高だよ。本当最高。十分。今日はまた天気もね、いいしね、最高ですよ。もうみんな食べ終わってます。今日の朝ごはんは僕が最後。最後は納豆も入れます。
鮮卵と納豆がまた合うんですよ。合うんですよ。お疲れ様です。どうですか、どうですか。これがブランベールナスさんですよ。レストランからの景色ですよ。どうですか。いいでしょう。天気がいい日は本当に最高ですよ。雪が積もってる時もいいですけど、紅葉してる時もいいですけど、今の時期も最高ですよ。ブランベルナスさんの朝のまかないご飯、今日僕は温泉卵大会にして、温泉卵4つですよ。温泉卵4つ、納豆1つ。今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。今日の東雲ゴールド、何の作業をやってるんだろう、探してみようのコーナーです。ちょっと行ってみますね。多分ね、今日あっちの方で、今はあっちの方で作業してるって話。あ、今言いました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 。ちゃんと真面目に、もう今日結構真面目じゃないですか。ちゃんとやってます。ああ、そっか。椅子の動きを確かめたんでしょうね、きっとね。動かして元に戻して。ああ、机もそうだ。机を引いて、何もせずに戻す。何もせずに戻す。よくわかんない作業。ああ、ええか、ええか。ええですね。それ角度大事だから。えらい、えらい。素晴らしい。角度大事ですから。回して、回して。そのまま置いて逆に歪むっていう、逆に歪ましたまま置くっていう、まっすぐ見るなと、何でも角度を変えて見ることが大事だよって、そういうメッセージでしょうね、これね。また絵を撮って、回して回して、後ろ撫でて、でまた曲げたまま置くってこの美的センスのなさですよ。角度バラバラだからね、角度は。何をしてんの。そのまんま電話して、どこ行ったの、ちょっと。ゴールドさん、ゴールドさん、絵はこのままでいいんでしょうか。今日のゴールド、意味不明作業でした。